はい、上田パパ、行くよ。上田パパどういう感じだよ。できてんの？できてんの？できてんの？お母さんの名前教えてもらっていいか？ちんちゃん、ちんちんです。よろしくお願いします。上田パパだったら堀内パパにしてくれないかな。どこの方なの、出身は？中国です。中国の方なんです。いつ来た？中国の人。いつ、あの、この前来ました。チェンジ。はい、はい、早押し問題でございます。はい、まずはこちらをお聞きください。この後の歌詞を歌ってください。こんなん、あ、やだ、先に言わせて。私はほんとナイスバディバディバディ。正解。三重ワンポイントゲット。ねえ、ねえ、間違えるからせめて先に言わせてよ。はい、青木さん戻って。さあ、それでは、はい、どうぞ。チェンジして早押し問題でございます。サービス問題です。おお、モーニング娘。モーニング娘といえば元気いっぱいの挨拶ですが、それをこの場で披露してください。はあ、はあ、はあ、とりあえず押して。あ、はいはい。ね、中国は国民総生産が日本を抜いて世界第一。関係ないよ。関係ないよ。そんな、なんだ、私怒られるわよ。私、あなたたちの国がすごいってこと今言ってるのに、関係ねえよって。だから中国はすごいのか。そう、すごいよ。じゃあいいよ。わからないよ、私は。指輪とかしてるわ。人妻ことジョンソン。人妻みたいな。まあ、こっちの話知ってもいい？いやいや、そっちはいいです。結構仲いいですよ、あっち。中盤打つだし、今、めっちゃ。今はとにかくナッチなの。でもいるんでしょ、彼氏とか。あら、サミたちはモーニング娘。で痛いから、恋愛は今はしてません。はい、だって地元の友達とかでなんか告白とかされないの？中国タイだから。あ、中国か。全然。あ、ごめんごめんごめん。大丈夫。すいません、本当すいませんでした。誰か天津丼食ってる。一個でいいから。もう名前出さなくていいよこれ。もう分かったから。覚えてほしい。もう分かった。ジュンジュンは人一倍売れたい子やな。いや、分かるけどな。わざわざ中国からやってきてくれてんねん。はい、そりゃそうですよ。なあ、前にその感じやな。小籠包片手にやってきてるな。冷めるわ。小籠包、うん、あんまり好きじゃないですか。なんだそれ。なんだジュンジュン。あ、小籠包あんまり好きじゃない。スタンスなんだそれ。最近は藤本さんミスキだから。何を、何、どういうこと？なんかあれから、あれじゃなくて、うん、前回出てから、前回から、うん、どうしたの？結構テレビで出るよね。あ、出てます。なんでね。いやいや、違うやん。前回から急にブレイクしたわけじゃないから。いや、でも私も最近よく見るんですよ。うん、最近よく。じゃあそれはだから最近じゃなくて、別にコンスタントで出てたよ。そうよ。いやいやいや、最近すごい。ほんでこういうなんかお仕事で絡むようになってから、ちょっと気にするようになったってことでしょ？違いますね。いや、でも目立ってますよ、すごい。だからそういう仕事やからさ。藤本さんのイメージが、うん、テレビを見るたびにどんどんこう色気づいてくっていう感じがして。あ、チョリス、チョリスだから。そう。チョリスだよね。もう中意味わからない。中国人やからって許さんぞ、そんなもん。前来てくれたやんか。前のあのシングル何やったっけ？タイトル。しょうがないよ。あれ1位になったんやろ？すごい。いやいや、なくして。もう一回聞いてください。素晴らしいね。俺素晴らしいけど、あれ前のシングル告知、ここで告知したかな。1位になったみたいなとこは関係ない、これ。じゃあ帰れよ。じゃあ帰れよ、お前。ゴリラ怒ったよ、ほら。ゴリラよ、失礼な。ゴリラ怒ったね、ほら。じゃあ、そう言えたら、じゃあこの前私たち出たから、うん、そしたら藤本さん仕事いっぱいあったんですよ。なんでやだよ。どんだけ勉強したんだよ。だってずっと出てるし。なんでゲストでこっちが上がるみたいな感じなんだよ。マーマー、バーカー。だってこっちの方簡単すぎるもん。簡単すぎません。俺が知ってただけです。すいません。違うよ、これ簡単。これ簡単すぎるだもん。広場。なんで勘です。
分かってるよ。天下のちょっと割れたら終わりです。エナモン広場、エナモン広場ちょっと割れたら終わりです。いいな、それやられた。何してる何してる何してる、なんか言えや。なんで日本のもんなんか言えや。チョリスチョリスチョリス。何してるから、言い過ぎやろ。ジュンジュン、さすがおめでとう。ありがとう、ありがとう。ちなみにジュンジュンには前ひどいこと言ったね。覚えてないよ。嘘だ。優しくしてくれたことしか覚えてないよ。バラエティーで頑張ろうねって言ったのに、ジュンジュンが活躍したらめっちゃムカついて。なのにもう一緒に出れないんだね。ごめんね。もっといっぱい話せばよかったね。楽屋でも打ち合わせすればよかったね。こんな最低な先輩なのにしつこく道重さんって言ってきてくれてありがとう。本当にありがとう。最初道重さんのこと大好きだよ。本当最初覚えてる、あのDVD 映像、道重さんの写真があって、あ、この子可愛いだって思ったんです、日本に来てやっぱ可愛いだなと思って、やっぱそう思うよね。本当可愛いだよ。ありがとう。ジュンジュンもセミの次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 のぐらいに可愛いよ。そっか。待って、卒業コメントでエーイングはないでしょ。ありがとう、でもありがとう、ありがとう、ジュンジュン。ありがとうございます。山さん、ありがとうございますよ。あかんでも。ありがとうございます。踊って、一緒に踊ってや。一緒に踊ってやって。ちょっといいですか、何踊ろうかな。得意なのは何ですか。やっぱり令和レボリューションも好き。恋愛レベルで大丈夫ですよね、当然。はい、はい、後ろでちゃんと踊ってるんですけどね、映ってないですよね。ちゃんと映ってますよ、この方ちゃんとね、やってますけどね。ちょっとやめよう、もうちょっと何してんの、何してんの、見てて言うてるやん、もう十分です。いや、伝わりました、肌で。後ろからね、後ろからビンビン感じたでしょ。やってるな、思ってるだった。中国のお二人どこ行った。国に帰りました。あ、国に帰ったか。いや、なんか面白い、面白くなったよね。